逆ネジなんで食い込んでいくんですよね、ゲルメラ効果をすると。で、食い込むとどう…ちょっと…はい、皆さんこんにちは、ザイピョンです。今日はとりあえずエンジン全バラっていうか腰上バラして、バルブステムシール交換できる手前までね、いけたらなと思っております。そんな感じでレッツゴー。以前圧縮圧力測った時に4気筒とも基準値以上の圧力があって、正直分解する必要がないんじゃないかって感じだったんですけど、この ZXR カムチェーンが伸びて切れやすいっていう持病があるらしく、あとところどころオイルにじみ、オイル漏れですねしてるんで、ガスケットの交換も必要で、もう30年以上前のエンジンなんで、予防整備も兼ねてバルブステムシールの交換と、あとは前オーナーがきちんとオイル交換していたのかどうかもチェックしたかったっていうのもあって、腰上だけバラしていきます。開けます。デレレレン、めちゃ綺麗だった。これマジで開ける必要なさそうな感じはするんすけど。ということで ZXR400 のエンジン、ヘッドカバー、タペットカバーですね、開けたらやっぱり綺麗でしたね。まず圧縮上視点を探し出さないといけなかったんで、エンジンをひっくり返したいと思います。圧縮上視点出していきます。ここら辺サービスマニュアルがほんと優しくなくて、書いてないことめちゃくちゃ多いんですよね。今から圧縮上視点出していくんですけど、圧縮上視点の出し方はここの F の横の T、 これを動かしていくと、こんなもんか。合わせ面に対してこの T を持ってきました。 F の近くの T を持ってきて、カムシャフトのこことこっち側が面になったので、4番が圧縮上視点になったっていうことみたいですね。ちょっとカムチェーンテンショナー今から外して、どういう仕組みなのか。カムチェーンテンショナーもここにあって、先ほど言ったカムチェーンとかチェーンガイドが摩耗してるかどうかっていうのがチェックできるんで、ここでチェックしていきます。でチェーンテンショナーってやつは、まあ、名前の通りチェーンの張りを調整するものなんですけど、こうやって伸びていくことはあっても、ここにギアの刃があるんで縮めようとしても縮まないんですよね。だからチェーンが伸びれば伸びるほどこれも伸びて、オートでチェーンの張りを調整するってやつなんですけど、サービスマニュアル ZX4 のサービスマニュアル見てもこのチェーンテンショナーのやり方が全く書いてなくて、使い方がわからなかったんですよね。ここはプラスネジで塞がれてる状態なんですけど、思いっきり縮めた状態で精密ドライバーとかを刺すと、ガチャッと奥までね、この精密ドライバーが刺さってこれが出てこない感じなんですけど、これを引き抜くとこんな感じで上がるんですよね。縮めた状態でここに締め合わないといけないんですけど、それのやり方が全然わからなかったんですけど、やっとわかった。重くそ縮めた状態で、いけたいけたいけた、はい、こんな感じでね、これで元に戻せばチェーンテンショナーとして役に立ちます。チェーンテンショナーとりあえず元に戻してみました。でこれで引っ張ることによってチェーンテンショナーが上がって、チェーンの張りが正しい位置に来るってことなんで、こうやって動かしても大丈夫やね。でチェーンテンショナーもそれほどまだ上がりきってないんで、チェーンが伸びたりとかこのチェーンガイドが劣化してるっていうのはなさそうな感じですね。じゃあカムシャフトホルダーってやつなのかな、
順番に外していきます。ということでカムチェーンとカムチェーンホルダーは問題なさそうで良かったです。続いて圧縮上支点に戻してカムシャフトの上にあるカムシャフトブラケット、アッパーチェーンガイドを外してカムシャフト自体を取り外します。カムシャフトを見たらオイル交換がきちんとされているかどうかの判断がつくので外したら詳しく見ていきます。あ、長さが違う、長さが違う、要注意。とりあえず1番は外れた。2番を外そう。取れた。お、取れる取れる。取れた。結構傷が入って入ってるような気はするんですが、まだメッキが残ってるというか、まあ全然問題なさそうにも見えるんですけど、どうなんでしょう。素人目では問題がないような感じに見えるんですけどね。このカムシャフトのブラケットの中をオイルが通ってカムシャフトを潤滑してるみたいなんで、これ考えた人すごいっすね。カムシャフト2本外しましたところです。カムが乗ってるところ、当たってるところっていうのはやっぱり綺麗だと思いますね。これちゃんとオイル交換してくれてた証拠なのかな。まあ擦れた傷はうっすらあるっすけど、メッキの感覚も残ってるから綺麗だと思うんすけどね。カムも2本ともサビもなく、山も綺麗な状態かな。ロッカーアーム自体はこうやって上がるんすよね。取らなくてもバルブ取れそうですね。このシリンダーヘッド一式外していくんですけど、シリンダーヘッドの取り付け方法なんですけど、締め付け順序が書いてあるんですけど、緩めるときはこれの逆の順番でいいのかな。10番から順番に緩めていけばいいのかな。まあ逆に緩めるのは別に順番どうでもいいのかな。見てみると2って書いてあるから、こっちからか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 みたいな感じで緩めていけばいいんだろうと。いよいよシリンダーヘッドの取り外しですね。12ミリのクソ硬いボルト10本を一気に緩めるってわけじゃなくて、少しずつ少しずつ緩めていってボルトとワッシャーを抜き取ります。
全然シリンダーヘッド取れないなって思ったら隠しネジが1箇所ありました。まあ隠しネジって言ってますけど全然隠れてなかったんですけど、まあ見つけれなかったんで隠しネジですね。シリンダーヘッド無事に外れました。じゃあ裏面見てみましょうか。これ綺麗だとは思うんすけど、やっぱそれなりにカーボンが蓄積してますね。これは後日カーボン剥がし使って綺麗にしていきたいと思います。バルブコンプレッサー使ってバルブを圧縮してスプリングを縮めて16バルブ全部外していきたいと思います。マグネットツール使ってシムを外しましょうか。バルブクリアランスのチェックとか全部めんどくさいんでしたくないので全部スプリングを圧縮させてコッターを取ります。コッターを取ります。こんな感じで。これスプリングの粗い方が下って書いてあるけどどっちも同じだよね。まあ、スプリングのカラーがついてる方が上、青色が上ってことで、入れていくとスプリングが縮まってこんなもんでいいか。はい、こんな感じで取れました。腰上バラし終わりました。こんな感じで16個のバルブを取り外しました。全然難しい作業じゃないんですけど、4バルブ4気筒なんで時間かかりますね。もっと効率のいいやり方もあると思うんですけど、バルブ1個あたりだいたい5分くらいかかりました。はい、ということで今回の動画はこんな感じで腰上全バラできました。まあ全バラっていうかね、目的を達するところまでバラすことができました。それで次回はこれですね、この緑色のやつ。これはバルブステムシールといって、ここの緑の真ん中の穴にですね、このバルブの棒がぶっ刺さってるんですけど、緑のシールが劣化してるとバルブの棒とこの緑のシールの隙間からですね、オイルが入って燃焼室にねオイルが落ちてしまって白煙を吹く、オイル下がりっていう症状になってしまうんで、次回はそれらのね予防整備の意味を兼ねてこれらのバルブステムシール全部新品に交換していきます。これも別に難しいことではなくて、単純にこれを外して新しいのカポって入れるだけなんですけどね。なんで次回はこのバルブステムシールの交換と、あとはバルブのカーボン汚れですね。これなんか1000円ぐらいのケミカルにつけるだけで簡単に落ちるらしいんで、それを試してみたいっていうのと、あとはクラッチ板ですね。クラッチ板が摩耗してるかどうかをチェックしていきたいかなって感じです。はい、そんな感じで今回の動画は以上となります。今回も動画のご視聴最後までありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。